パークサイドアベニュー駅は、ブルックリンクのパークサイドアベニューと、オーシャンアベニュー交差点に位置するニューヨーク市地下鉄、BMT ブライトン線の駅である。休憩等が終日停車する。駅は1895年以前に、ブルックリンブライトンビーチ鉄道によって開業、開業当時はフラットブッシュ駅だった。その後1907年にブルックリンラピット、トランジットの駅になった。 この際、ウッドラフアベニュー駅に改称された。さらに、1919年に2線から4線に改良された。1920年8月1日以降、BMT フランクリンアベニュー線への直通が終了し、マンハッタン区へ向かう列車が停車するようになった。1964年から1965年にかけて、駅のホーム有効長は615フィートに延伸された。 駅は相対式ホームに面限4線で平日に運転される B 系統は急行線を走行し駅には停車しない。1960年代に延伸された部分は屋根がない。1994年より駅にはスーザン・タニック製作のアートワークブライトン・クレイ・リリーフが設置されている。このアートワークはプロスペクト・パーク駅でも見ることができる。駅舎駅舎は北側にあり、 パークサイドアベニューとオーシャンアベニュー交差点及びプロスペクトパーク南側に接続している。また、南広報部には出口専用改札があり、ウッドラフアベニューとオーシャンアベニュー交差点南西に出ることができる。ありがとうございます。